ありがとうございます。だるまありがとう。インスタ載せようとか言ってたのに、なんか何にしようかなとか考えてたらもうこんな時間になっちゃって。でももうショールームやったらほんとすぐあげるので見てください。かみこさんがね撮ってくれたやつ載せようかなと思ってて、あ、お化けありがとう。ありがとう、ハートありがとうございます。いいねされて釣られました。あら、ありがとうございます。ハートありがとう。そう、充電器ここでピンってなってる。ありがとう、ハートありがとうございます。かぼちゃありがとう。今日かぼちゃ食べた。かぼちゃ大好きなんだよね、アンズ。かぼちゃの煮物。そう、あら、いつも どの明かりだってたっけ。これだ。あ、ちょっと明るすぎかも。ひなたにもアンズちゃんの愛が10年切れです。わかる、もう会いたくなっちゃうよね。わかるよ、ハートありがとう。こんばんは。わお、わお、これ。ありがとう。グレイト、ありがとう。ハートありがとう。米田いいでしょう。絶対アンズはね、メロンソーダ飲むんだ。ありがとう、ボール。ありがとう。体調ちょっと悪かったけど、アンズ見たら元気出てきた。本当？大丈夫？ありがとう、ハート。ポール、ありがとう。ねえ、昨日楽しかったね。ありがとう。寝坊して青ざめてたけど、会いに行けたのでよかった。よかった。ありがとう、本当に。ハート、ありがとう。ポール、ありがとうございます。チキホールゲットして、おー、嬉しい。ねえ、ハウツインすごい好評で。はい、嬉しいです。またしようかなーって感じで。ありがとう、お化け。ありがとう。なんか今日気づいたらさ、あのめっちゃ寝てて、いろんなとこで。なんかみんなが練習してる中寝ちゃってましたね、ちょっと。だけど今日はね、マジで今日早く寝るって決めてて、明日公演なのでね、会えますか皆さん。明日ゆずさん生誕祭なので一緒に盛り上げていきましょう。ゆずさんのサイリウム振って、ゆずさんのコールたくさんしてくださいね。土日会ったばかりなのにもう会いたいの不思議。それな、かぼちゃありがとう。握手会ありがとう。心がポカポカしています。よかった、ありがとう。こちらこそ嬉しいです。ありがとう。ショールームとしてできちゃう心の充電が。よかった。明日の公演行くよ。お、楽しみましょうね。ありがとう、ハート。かぼちゃありがとう。そう、かぼちゃの煮物大好きなのね。今日いっぱい食べちゃったんですね。ありがとう、ハト。今日お昼寝するときあんたのこと考えて寝たらめちゃくちゃ質のいい睡眠がとれました。すごっ、よかったね。やっぱね、あんたのことは常に考えておかないと。みんな、うんうん、ありがとう。あんたに会いたすぎて禁断症状ですもん。会おう、会おうね、本当にね。ありがとう、ハート。結婚してしようね。サイリウムありがとう。花束ありがとう。ハートもありがとう。そう、いつもクリームソーダ、クリームソーダしか飲んだことない。コメダでは。リハと練習頑張ってて偉いさんだ、ね、ありがとう。関東でアンズちゃんと話すって違和感すごかったね。嬉しかったよ、本当に。ね、これ風船？風船です、これ。
ありがとう、ハート。あ、お菓子ありがとう。割ともう会いたいになってます。かわいい。TikTok で心拍数のソロダンス見てファンになりました。やばい。本当に嬉しいです。ありがとうございます。私踊ること大好きなのでね。また機会があったら撮りたいなって思ってるので見てください。ぜひ。嬉しい。アンナちゃんに会いたすぎて、2週連続で関東遠征を決定しました。嬉しい。やった。すでにアンゾロス。みんな可愛い。咳がね、そう治んないくて、そう。それぐらいかな、でも。それぐらい。他はね、めっちゃ元気。ありがとう、ハート。今日はね、また、いろいろとやってから、寝ないといけないから、まあ、うん、温かく見守っててください。ありがとう、ハート。そう、最近どこでも寝れるようになった。どこでも寝れない派だったけど、寝れるようになった。そう、みかんあるの知らなくて、びっくりしたんだけど、知らなかったな。言われてなくて。だから、あれで見たんだけど、出ます。はい。出ますので。え、エピューのブランド休止になる。え、そうなの。やばい、今日も着てるのに。今日 T シャツもエピューのだし。ありがとう、ハート。ありがとう、ハート。お化け、ありがとう。そう、明日は劇場だからね。その声外れてしまった。あら、ぜひまたお待ちしてますよ。 S 公演もとっても楽しいのでね。はい、来てください。ありがとう。あと、しかも明日きょうちゃんいるし。そうなんですよ。ゆねちゃん、こんなウサギみたいに暴れるんやと思ったらきょうちゃんやった。きょうちゃんやばい。きょうちゃんの踊り方マジでおもろかった本当に。いやー、ちょっとね、ノリがいいですね、あの二人。本当に面白い。ありがとう、ハト。今日ずっとあんなこと考えてた。え、かわいい。同じだね、あんずと。嬉しい。ありがとう、ハト。そう、意外と渋いよ、結構。好きな食べ物。ありがとう、ハト。お化け、ありがとう。ハト、ありがとう。あとにはサイン会の生しメッセージ。やっと見てよ。本当ありがとうね。こちらこそ。ありがとう。嬉しい。よかった。安全あるまであと5日生きていけるか心配。え、大丈夫だよ。あんずも頑張る。ありがとう、ハート。お菓子ありがとう。お菓子食べたい。お菓子欲しい。髪短く見えるこれ。もしかしたらね、明日公園見たら短くなってるっていうあれはあるからもね。ココアも美味しい。そうなんだ。ソフトクリーム乗ってるやつ。え、ソフトクリーム乗ってれば、もうすべて、すべてよし。ありがとう、だるま。結婚して、しようね。コメダでクリームソーダしか飲まないと、ワイ、飲まないと、ワイと一緒でさすがに運命感じたい。だよね。一番美味しいと思います。ちょっとまだね、冒険してない。今度トイスピット楽しみに頑張ってる。何でも楽しみ。嬉しい、来てくれるの。コーヒー飲めないわけじゃないんだけど。飲まない。まだね、子供なんでね。ありがとう、だるま。ありがとう、サイリウム。明日盛り上げよろしくお願いします。めちゃくちゃ頑張りますよ。はい。だるま、ありがとう。握手会で久々に会った知り合いがあざあざ推しになってた。え、そうなの？誰誰？あの、踊り狂ってんの笑ってんの。踊り狂ってたでしょ。楽しかった。でもね、他にもね、撮ったんですよ。違う音源で、あの3人で。ちょっと面白いからね、まあ、いつかあげようかなーって感じで。ありがとう、ハート。めっちゃ面白い。めっちゃ元気出るでしょ。いっぱい見てね。
ありがとう風船。ツーショットのみちょこちょこ追加しようと思ってます。え、ありがとう、嬉しい。ぜひぜひ心拍数ポーズとかしましょうね。結婚してしようね。声枯れてない。結婚してしようね。拍手ありがとう。ありがとう。そう、なんかコンサート終わったけど結構ね、何なんだろう、今月最後までずっとあのみっちりあるので。そうなんですよね。だから最近本当に出かけたりとかしてなさすぎてどうしようって感じなので、まあ、空いた時間ね、スキーを見てなんかどっか行こうかなって。ありがとうハト。逆に忙しい方がなんかアクティブになっていい説もある。キョウちゃんのリトマが好き。アンズは？え？嘘でしょ。初見さんこんばんは。こんばんは、嬉しい来てくれて。ショル待ってた、ありがとう、嬉しいの。ハートありがとう。お化けありがとう。ボブになってるかもしれないよ。ちょっと今日切ってきたんだけどね。まあどれぐらいになってるかはあんま言えないんですけど。ハートありがとう。レインボースターありがとう。ボールありがとう。まあね、ここから先は見せられないんですけどね。バナナジュースも美味しい。今日めっちゃ迷ったの、バナナジュースか迷ったんだけど、メロンソーダにしちゃったまた。ありがとうボール。明日はゆずぽさんのお祝いにひっそり伺います。お、一緒に盛り上げようね。ありがとう。変な踊り良かったです。ありがとうね。褒められた。結婚してしようね。おお、コーヒーは飲めるけど飲まない。マジこれです。ちょっと上唇色なさすんぎだからリップ塗りたい。とりあえずお友達連れてく。楽しみ、やった。風船ありがとう。もうさ、できるかなこれ、充電外してもできることを信じて。冒険しないタイプでもないんだけど、あれリップどこ行った。あ、これ、ちょっと待って、いや、いろいろとさ部屋を改造してしまった。ちょっと待って。今さ隣にね、まあ、隣に扇風機があって、扇風機とショールームすることになるね、これね。これ扇風機と共にやることになるね。よし、どうも。使ってたんや、あの暑くて、あの東京行く前にね、ちょっとあの暑くて仕方なくてなんか降臨させてた。あの TikTok 毎日見て、毎日拡散してね、見てる、嬉しい、ありがとう。心拍数ね、いっぱい見てください、ありがとう。サイリウムありがとう。ありがとう風船。結婚してしようね。スイッチでアイプルのゲームできる。そうなん、
そうなん、ありがとうハート。久しぶりなんぞは聞けて嬉しい。ファン嬉しいの。ありがとう。ありがとう風船。顔芸がおもろい。あんたって顔芸してるよねめっちゃね。もっとやんなきゃな。そんなバッサリ切っちゃった。切ってません。もう1ミリも切ってないから。そんなみんな気になるなら言っちゃうけど。切ってません。切りたいけど。隠すためのフードだった。どんどんフラグが立ったけど切ってません。ありがとう。ボールありがとう。扇風機とショールーム。扇風機欲しい。やめて。髪切ったの。早く安全見せたい。え、髪切ったの。店に来てよ。そう、扇風機ピンクなの。可愛いでしょ。いや、これはずっとアンズの部屋にあるやつだから。ありがとうハート。結婚してしようね。お菓子ありがとうね。お、心拍数リピートしてくれてる。ありがとう。実質アンズになりかけてる。すごい。それはありがとうハート。ありがとうボール。喘息なんかの、なんか風邪の後遺症みたいな。今日も病院行ったんだけどあれだった。なんだっけ、あんま言わない方がいいか。めちゃくちゃ個人情報言うとこだった。安全シートされた。え、アンズは他のコーナーの名前出すだけで嫌だよ。めっちゃ怖いけど、まあね、そんないちいち言ってられないんで心の中では思ってますね。こんな感じ、こんな感じの一瞬こういう感じの顔したら、あ、今ピキってるなって思っといて。切ってない。1ミリ騙そうとしちゃった。愛の意味を教えてもらうと。愛の意味は分からないです私。愛の意味さえ知らないくせにって歌ってるぐらいなので、愛の意味はちょっと分からないけど、うん、ありがとうねハート。ギリギリの時間です。かわいいのアクスタ申し込みました。え、ありがとう。嬉しい。どんな感じなんだろう。めっちゃ楽しみ。今日の朝10度以下でめっちゃ寒かった。やばい。それはやばい。やっぱ明日長袖の方がいいかな。昨日東京駅の地下街歩いてたらんちゃん好きなショッパータイプリの、うん、あるよね。なんかいっぱいあるよねあそこ。アニメのやつとかね、すごかったよね。かっこいいでしょ。お、
明日仕事の時間変わったので劇場行けるようになったらトレード申し込みました。お、一緒にお祝いしましょうね。当たりますように。愛してる、ありがとう。先輩と一緒に取れません。はい、ネイル見せて。もうマジで変えたいです。次何にしようかな。黒やりたいんだけどちょっとできなさそうで、今月も。そうだから何にしようかな、何がいいかな。結局ピンクが一番可愛いと思うんだよね。ね、じゃない。だからピンクかな。黒やりたいんだよね、一番やりたい今。今流行ってるらしい、そういうあの季節のから変わり目だから、そうみんな気をつけてね。いつも薬飲んでるよ毎日。みんな別に何も言ってない、すみません。あれ持ってきた。お、何これ、ハッピーハロウィンピエロのやつ、ありがとう。これかわいいね、ありがとう。ハロウィンって感じだね。ピキリズーチ。ボロがいい。あの、じゃあ顔が怖かったです。怖くないよ。怖くないよ。世界は久しぶりに楽しいな、れなりそうな予感。お、楽しい、嬉しい、素敵な言葉。ガチ券今月末で終わっちゃうの。え、そうじゃん、そうじゃん。エストッピングしか食べてない、さすがね。えどうなるんだろうね、勝ちたいですね、ここまで来たらね。観光話でごめんや、全然もうね、あの全然いいんだけどね。全然いいんだけどね。待って、1分漏れてるんだけど。ああ大丈夫そう。なんか久しぶりにこうやって自分の部屋で、自分の部屋に座ってる。久しぶりに見た部屋。尊いありがとう、ボールありがとう、お化けありがとう、わーたくさんありがとうございます。みんな本当に風には気をつけようね、本当に本当に。見たくてしょうがない、髪色変えたいけど、なんか変えたいけど勇気が出なくて。そう、ありがとうハト。土曜日ネイル行く、何にするか考え中。え、いいな、アンズいつ行けるんだろう。え、何にしようかな。ピンク、アンズはピンクにする可能性が高い。うん、吸入器やってるよ毎日。毎日やってる、毎日やっていいもんね、だってあれ。ありがとうハト。そうだね、土曜日は天使で日曜日は悪魔でした。ありがとう、お菓子たくさんありがとう、かぼちゃありがとう。
スノーちゃんピキられたい、やばい。初心者にはトークツーショット会どちらの日がおすすめですか。どっちだろうね。でもどんな時でも大歓迎ですですし、どちらもおすすめ。本当に初めてでも絶対楽しませちゃうからね。待ってるよ。めっちゃ怒ってる。怒ってないよ。めちゃくちゃ穏やか。ガチケンアンズのカードまだ出てないから明日食べに行ってきます。いいの、絶対アンズ出るよ。フジコバチルって言ってありがとうございます。見てくれて嬉しい。いや、初めての生放送ということで、生放送で歌唱するのすごい緊張しましたね。アンジュアンで話したいことありすぎるね。いっぱい話そうね。本当に油断せずに。会試験のチームエースまだ食べ、また食べに行く。嬉しい、ありがとう。全然良くない時のやつ、え、嘘。全然いいんだけどね。ありがとう、お化け。心拍数ありがとう、ハート。え、もう風邪ひいてるなら早く治さなきゃ。つらいよね、マジわかる、マジわかるの。なんかね、本当にね、気分下がっちゃうよね、風邪ってね。イーストルビーと、うん、ありがとうございます。風船たくさん、ちょっと今日はあんまいっぱいコメント読めずに申し訳ない。ありがとう。ボールありがとう。他の子好きって言いながら危機安全に戻ってくるところが好き。あ、勘違い、勘違いだ。ありがとう。サイリウムありがとうございます。風船今日からバブル77文字送れるようになって嬉しそうなの。え、すごい、めっちゃ楽しみやんそれ。楽しみだな。みんな送ってくれるかな。ツーショットは記念になるものの、なるのでおすすめですよ。すごいいいこと言ってくれた。確かにツーショットはなんか見返せますしね、写真とか見て。確かに思いつかなかった、ありがとう。あんちゃんの現地行けないから送ってますか。いや、待ってますよ。持ってます。カジケンのあんちゃんカード両方ゲットした。すごいすごい、たくさん食べてくれてるよねみんな、本当にありがとう。バラ、有名な芸能人が真後ろで見てる中で歌ったのすごい。いや本当に緊張感やばかったですね、本当に。ボールありがとう。キリはなくちゃ伝わらないの笛が好きすぎるの豊洲も楽しみです。わかる、これ大好き。だからいけないからオンライン買って。え、ありがとう、いっぱい話そうね。配信してくれただけで感謝感激、雨アンズです。ありがとう、ありがとう、ほんまにほんまにありがとう。喉弱いって変な話だけど本当に喉弱いから、この季節の変わり目しんどいみやすね。そう、なんか花粉症だしアンズ、なんかそういうのもあって来てますね、辛いよね。ありがとう、音符。記念日、なるほど、待ってるよ。待ってます、記念日なんて。昨日とか1枚でもちょっと長く感じた気がする。え、そうかな、どうだったんだろう。
でもそれにもそれぞれ良さあるし、服装も違うし、両方進めそうなんですよ。そうなんですよね。なんか選びきれないんですけれども、ありがとうハート。バブルとかメール返信するの、照れるの、可愛い、待ってるよ。ありがとう、ほんまにありがとう。私も花粉症、マジやばくない、風邪なんか自分のよく分かってない、分かる、その気持ちは。ビール飲んでいいですか、どうぞどうぞどうぞ。年を重ねるたびに体の不調を感じることが多くなってきて辛い。で、あずもさん、やっぱ年のせいかな。大丈夫、まだ若いうちらは大丈夫大丈夫だよ。マイコプラズマ肺炎、なんかそれ聞いたな、それ、なんかそれ聞いたことあるな。明日安全に会えるモチベで仕事頑張るくん、イエイ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 X に返信するのテレミアス、みんなに見られちゃうじゃあいつでもね、メールでもバブルでもお待ちしてますから。え、マジ花粉症やだよそうだ、まだ19歳だったてへぺろ。そう、今日中もエピヌで、エピヌすぎ。若いからって無理しちゃダメ。いや、それね、結構マジで思う最近。そう、本当に。あちアンサーって言われて泣きました。かっこいいじゃん、アンサーって。なんかいいじゃん、アンズってない、これこれ何、アンズの世代って、これティーンズ、ティーンズっていうのか、ティーンズか、私ティーンズ、ティーンだから。いやでもアラサーかっこいいそういうの欲しいな。たまに、いやでもアンズは、どうだろうね、精神年齢の方が高いと思うんだけど、どう？いや絶対違うって言われるから、ちょっとやめとこうこの話雪だるま、確かに今日雪だるまみたい。昨日の岡さんも天使だったね。天使、天使だ本当に。何を して何もしてなくても天使ですね。可愛い、本当白似合いすぎ、やった。最近白多い、ハートありがとう。昨日もね、白いパーカーを買いました。パーカーいるよね、ね、この時期ね。花粉症じゃない、ただ目が痒かったり鼻水が止まらなくて斜面が出たりする、それ花粉症って言うの嫌で教えてあげるわリプレイなど長文でごめんだね。あ、嬉しいよ、ありがとう、いつもボールありがとう若いからどこまでもいけるか試せるのって、もそれそうあるんだけど、そんなにね、そんなこともない。アラサーかっこいいって言葉だけで寿命伸びました、よかった。アラフォーって何、ちょっと分からない、アラサーもアラフォーも分かってない制服コスプレ世代最悪、そのみんなだってそうでしょ、学生以外。二十歳までやっておきたいことは制服、制服遊園地。最悪、ありえない顔で止まってたんだけど、ごめんなさいね、ありえない顔面で止まってた、画面が。でも正直ね、別に10代じゃなくても20代でも20代でもやりたい
20代でもやれるうちはやれますから。楽しい、絶対楽しいよ制服で行ったら。ラストティーンか、ラストティーンです。嫌だ、ありがとうハート、バラありがとう。なんか抜け殻がしてる。クロミパーカー出さなきゃ、わ出た、その季節や。もうありがとうハート。30代40代付近のこと、あそうなんだ、うん、なるほどね。そうなんだ、マジで知らなかった。ボールありがとうじゃないの、なんていう、制服似合ってた、よかった。みんなどこ行きましょう、行きたい、富士急行きたい、富士急。ちょっと過激なものが多いけどね、富士急乗れるかなって感じだけど楽しそう。やばい顔で止まってたよね、スクショしないでね、してたら消してね。富士急絶対楽しいじゃん、ありがとうハート。だから11期6人で行きたいなって思ってる。そう、まず1回しか行ったことなくて、富士急行ってみたいですね。扇風機は何かに使うの違います、これちょっとね今お部屋にあって、はい、こうやってね非常機として使ってます。制服写真待ち受けにしました、あら嬉しいですね。フードのとこにリボンついて、そうリボンっていうかこれ、あこれ、あそう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 、かわいいよね、エピののなんだ。ありがとうボール、旗ありがとう。絶叫乗れるよ、わらやめてわら。乗れるんですね、それが。目つぶるけど富士急大好き、わかるの。あたの部屋は白と紫とピンクが多い感じ、まさにそれ、白と紫とピンクばっかです。ありがとうボール、絶叫多いよね、それな。長島のが富士急より激しく、え嘘、そうなのかな。黒い画面止まってて、お安心する、それは。ボールありがとう、充電がない、やばいんです。お化けありがとう、いつか後悔するより今がいい、わかる、そこ大好き。心拍数の歌詞はもうめちゃくちゃいいです、全部。ありがとうお化け、ずっとホームカメラあんずちゃんですね、かわいい、嬉しい。同期と一緒にやれるあんずちゃん、素が出てる感じめっちゃ好きね。また違った感じだよね、楽しそう。だからやりたいですね、なんかカメラ連れてって。だからもう連れてってもらおう、なんか YouTube の企画ですとか言って連れてってもらって、もう好きに遊びたいと思います。お願いします、誰か。ありがとうピエロのやつ、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、ありがとう。告白心拍数の歌詞って人生一度きりな感じするかもね、するよね。カメラつったら目つぶっちゃダメなんで、やばい、確かにね、こうやってこうやってガンビラ系で乗るしかない。ありがとうハート。でも戦慄迷宮とか絶対入らされるからやだ。怖いもん、絶対怖い。めっちゃ可愛い、ありがとう、ね、楽しそうだよね、ありがとう。レインボースター、そのね、前に、目の前に行くだけでも怖い、絶対。だってあの前やばいじゃん、本当に怖かった。ボールありがとう。サファリパークいいね、行ったことないんだよね意外と。
全滅、全滅迷宮なんぞ盾にしたいって昔コメントしたら最低、それは最低逃げるよ、ありがとうハート、逃げちゃう、置いてっちゃうよ、怖いけど。コメント落ちてた、追いついちゃったんだよね、ありがとうハート。そろそろ男女も読みたいと思います。かぼちゃありがとう、ハートありがとう。レゴランドない、レゴランド行ったことない、マジで行きたいです、行きたいとこ多すぎて。サファリパークとかさ絶対楽しい、ありがとうボール、ありがとう。サファリパークで盾になるどういう状況、それは食べられる。読みます。13位ハナプンありがとう、12位 OP ありがとう、11位ユメありがとう、10位ジャカレスありがとう9位コバンありがとう、8位ヒットありがとう、7位リカオンありがとう、6位ジェフ長官ありがとう、5位アンズ大好きユーロくんありがとう4位リバータウンありがとう、3位はどこだどこだ、いた、3位コウちゃんありがとう、2位トモチンありがとう、1位最善の紳士ありがとう。みんな今日もありがとう来てくれて、お話できてよかった。ちょっとの間だったけど、明日は公演ということでいっぱい寝ていっぱい食べて、はい、まだ皆さんに会えるのを楽しみにしてますし、配信とかねぜひ見ててくださいね明日ね見ててね、一緒にお祝いしましょう。配信ありがとうございました。いえいえ、ありがとうね来てくれてね、喉早くなりません、ありがとうみんな。そうだよ、寝て起きて食べてね、はい、健康に、健康第一で本当にね。スクショタイムやりますか、せーの、はい、チーズ。いや漏れない、何したの、漏れるかな。はいチーズ、おやすみみんな、また会いましょう、すぐ。